内閣総理大臣の岸田文雄です。ロシアによるウクライナ侵略は断じて許されません。無辜の民間人の殺害など重大な国際法違反を繰り返しています。我々はこの暴挙を決して許さないことを G7 など関係国とともに制裁措置などを通じて断固として示していきます。今回の侵略によって罪のない多くのウクライナ人が被害を受けています。母国からの避難を余儀なくされる方もたくさんいます。我々はウクライナの人々を積極的に支援します。すでに多くの自治体、企業、団体、個人に避難民の受け入れや寄付など様々な形でご協力いただいています。この場を借りて御礼申し上げます。世界の平和と秩序を守る正念場です。世界の人々と連帯し日本も役割を果たしていく必要があります。皆様一人一人のご理解とご協力をお願いします。